今日はね、はい、視聴者さんの車を見せていただこうと思いまして、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、それで今日担当していただくのが、はい、営業の山中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。でね、今日この車なんですよ、はい、プリウスアルファですね。プリウスアルファといえば、はい、やっぱりもう一人、もう一人中谷さんのプリウスアルファといえばテラさんですね。言っていいんですか。あ、いいですよあ、どうぞどうぞ。はい、すみませんアルファといえば私ですね。そうですね、ですね、はい、はい、プリウスアルファ女子、はい、寺田さんが今日お相手していただけると、はい、でも山中さんいらないんで、はい、さよなら。なんでもね、そんな寂しいことですよね。そんな寂しいこと。今日は3人で行きましょうか。行きましょう。はい、なもう早速ね、はい、見ていきましょうか。はい、お願いします。じゃあじっくり見ていきますよ。はい、プリウスアルファ。そうですね、白ですよね。白ですね。寺田さんと一緒ですよね。もう一緒ですねこれね、よう見ていきましょうね。はい、はい、こんな感じですね、うん、あ、コーナーエアロついてるじゃないですか。ついてますね。ついてますね。これで、あ、ホイール、ホイール、ホイール、アルミホイール、純正。あれ、これなんか見たことありますね。うん、一緒ですね。誰かと一緒ですね。一緒ですね一緒ですよね。全く一緒ですね。後ろも見ます後ろも見ましょう。後ろも、後ろもツーリングホイール入ってて、うん、で後ろのエアロも一緒ですね。一緒ですね。はい、で寺田さんのは寒冷地仕様なんですけど、はい、これは普通ですか。普通です、ね、普通ですね。そうですね、ですね、ですね、はい、はい、じゃあプリウスアルファ女子の寺田さんに問題です。はい、これグレードは何でしょうか。プリウスアルファ S ツーリング。S ツーリングじゃないんですよね、これね。え、これね、ちょっとあの声入ってないかもわかんないんですけど、これツーリングじゃないんですよ。なんでなんでですか。あれ違うんですか。これなんかカラクリあるんですよね。もともと、これは S のチューンブラックっていうグレードなんです。あ、で、アルミとエアロは後から交換してます。なるほど。そうなんですよ、ご自身で買ってカスタムしてるんですよ。それすごくないですか。逆にすごいですよね。逆にすごいですね。これ多分寺田さんのアルファに寄せてきたんやと思いますよ。憧れちゃってみたいな。憧れちゃってみたいな。でもわからないですよね。え、すごいですね。本当に元からついてたように見えます。ですよね。はい、すごい。これちゃんとネジ止めかなんかしてるんですよね。両面テープだけついてます。両面テープですってじゃあこうバキン言うたら取れますよね。バキン言うて取れます、取れます。え、ほなこのアルミホイルも両面、いや、それは違うでしょ。それは違う、それは違いますね。違いますね、うん、違いますね。これはしっかりもうね、そのまんまです。そのままですね、はい、え、すごいですね。すごいですよね。めっちゃ綺麗に、こだわりですよね。はい、え、そう思ってちゃんと見てみると、はい、わかりませんよね。わかんないですね。絶対わかんないですよね。はい、僕もさっきちらっと見て何の予備知識もなかったら、はい、あ、ツーリングやと思って。ですよね。で、寺田さん呼んでこない思って、やめてくださいなっちゃったというねあれですね、はい、はめられましたね。はめられましたね。はい、完全に騙されましたね。騙されましたね。でも絶対わからないですよね。いや、わかんないですね。一緒や思ったんで、ね、一緒思いましたよね。はい、お揃いやと思ったでしょ。思いました。でも若干違うというね。見る人が見たらわかるんでしょうね。でも、いや、わかるんですかね。どっか仕様が違うとかないんですかね。あ、なんかアンテナも違うんですよね。もともとはやっぱり棒のやつがついてたんですけど、ちょっとアンテナ見に行きましょうよ。取り替えてます。ほら、いや、一緒やだ、あのなんていうか棒みたいなやつなんですよね。もともとは棒のやつついてたんですけど、シャークアンテナをつけたと。すげえ、すごいですね。すごいですね本当にすごい。ただの内装が違うんですよね。内装が、チューンブラックなんで黒なんです。ちょっと中見ましょうよ。開けていいですか。開けていいですか。どうぞ。はい、開けます。はい、なんかね、うわ、あ、なんかかっこよくないですか。かっこいい、かっこいい、渋い、渋い、渋いね。え、ステアリング変えてありますね。ステアリング変えてますね。ねえ、かっこいい、変えてますね。欲しいですね。欲しい。え、中真っ黒じゃないですか。ねえ、逆にいいですね。いや、いいですよね。はい、このシフトも変えてますよね。マジですか。プリウスもついてるんですかね。あ、でかい、でかい、ね、でかいめっちゃでかいじゃないですかすごい。ここも変えてありますよね、はい、こんなんじゃないですよね。
ここは変えてます？あ、そこもともとなんですよ。あ、もともとそういう色なんです。あ、え、ボツさんのプリウスもこんなじゃないですよね。シルバーです、シルバーです。ですよね、はい、私もシルバーです。で、変えましたよね、寺田さんね。変えました。変えてのあの色なんで。あ、もともとその色なんですよ。さあ、かっこいいですね、こっちの方が。なんかいや、ほんま中真っ黒で、ね、めっちゃおしゃれですよね。めちゃめちゃいいですね。だから外観は寺田さんとほぼ一緒なんですけど、中負けましたね。はい、負けましたね。負けましたね。本当にすごい綺麗、いいですね。いいですね、はい。で、あとクルコンをつけてるのと、クルーズコントロール後付けで、はいはい、すごい、自分でつけたんですか。あの、割と簡単です。ちょっと教えてもらっておいた方がいいんじゃないですか。ね、整備士さんでしょ。いや、すごい、教えてくださいすごい。これですね。これ？これですよね。あ、これね。これ、はいはいはい。すごい。寺田さんも欲しいなってきましたね。欲しい。私もつけたかったんです。すごい。だからね、外観はもう寺田さんのと、はい、よう似てるんですけど、そうですね。中身全然違うと。全然違いました。モンスターですね。はい。すごい。すごいです。すごいですね。すごいですね。はい、なちょっと後ろとか開けてみましょうか。はい。開けます。はい。あ、かわいい。かわいい。かわいいじゃないですか。普通梅田って書いてありますね。書いてますね、書いてますね。やっぱり黒基調ですね。いや、ほんまに ね、落ち着いた感じがして、ね、なんか大人っぽくて、かっこいい。寺田さんは18、19に見えるんですけど、はい、全然違いますね。あ、怒ってます？今目が怒ってますね。いや、褒めてるんですよ本当ですか？で、ほんまはちょっと寺田さんの車横に並べて、はい、まあ、間違い探しじゃないけどもってやりたかったんですけど、そうですね、まあ、ちょっといろいろね、いろいろ事情があって、時間の問題だったりそうですね、あって、ちょっと横にね並べてないんですけど、残念です。また機会があれば、はい、ぜひ横に並べるんで、もう見比べましょう。また動画撮らせてもらって、はい、でなったら僕の黒いのも並べて一緒に3台、はい、並べて。あ、黒の邪魔かなそんなことないです。そんなことないですよね、はい。これでね、あのちょっと途中映ってるんですけど、マフラーかっこいいのついてるんですよ。あ、思いました、さっき私も思いましたよね、はい。これね、これいいのついてますね。これね、よう似てません？でも色とか似てますね、色とか。やっぱり寺田さんに寄せてきてますね。ですかそれマフラーカッター。マフラーカッターでした。あ、そうなんですね。ちょっと勝ちましたそうですね、まあ、でも寺田さんのもらいもんやからね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。お下がりなんで。お下がりなんでね、はい、じゃあちょっと、はい、尺が足らなさそうなんで、はい、もうラゲッジルームも見ときます。そうですね、多分なんかあるんで。あ、じゃあ開けますね。で、寺田さんプロなんで拾えるんで。あ、本当ですか。話広げてみてください。やめてください。あ、おお、え、あ、なんかアウトドア用品が。ほんまや。なんでですか、これは。いつでも寝れるようにしてこの車の中でですか、はい。あー、でも確かに広いですもんね、後ろ。広いけど、スペースできるじゃないですか、はい、座席とラゲッジの間、はいはい。あれなんかで埋めてます？あ、ね、一番、後ろの座席を後ろへ下げて、はい、前へ倒しますよね。はい、で、助手席を下げて、はい、こうもう繋がるようにして寝てます。隙間空きません？10センチ15センチぐらい。一番後ろまで下げたら多分そんなに開かない。ああ、ほんまですか？すごい。まあ、今度やらんと飽きませんね。ねえ、旅できるんですね、アルファで。できますね。うん、すごい。節約旅できますね。節約旅ですね。だから泊まるとこに困ったら節約して、そうですね、美味しいもの食べれるしお金をかけて。これ大人2人ぐらい大丈夫ですよね。あ、で、行けますね、行けますね。いや、あの結構広いですからね。あ、まあそうですね。で、上もちょっと高いからあんまり圧迫感ないんで、うーん、一回寺田さんやってみたら。そうです ね、 ね、ちょっと車旅しますわ。やら変でしょ。やりますよ。やります。じゃあ写真撮って送ってくださいね、この時はぜひぜひこれ、はい、変えてますよ。どれ？ LED に。あ、ほんまや、変えてる。すごい。
細かいところまでちゃんと変えてますね。変えてますね。これ後ろだけじゃなくて前も外から分かる？あ、分かる？分かります分かります。ここも変えてるし、ここ、うん、コグも変えてますね。ほんまや、すごい、めっちゃこだわり、こだわりの一品ですね。カスタムですね。すごい。あれ、山中さんどこおったんですか？マイク係しました。マイク係しました。あ、そうかそうかそうか。ピンマイク3つしかないんで、はい、マイク係やってました。はい、ということで、はい、こんな感じで、はい、白いプリウスアルファ見てみました。はい、で寺田さんとね、よう似てましたけど、全然違ったという。中身が違いました ね。こだわりのカスタムでしたね。はい、じゃあまた寺田さんの車横を並べて、はい、撮りますし、機会があれば僕のも並べたいと思いますので。そうですね、はい、それをお楽しみにしていただいて、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。